始まりましたね。こんにちは、見極めライブ後半戦になってきております。ここのタームはですね、もう元気印が一番の鈴代様の佐藤様、飯田様のお二人に、お越しいただいております。実はね、まあ、見ても通りわかると思うんですけど、もうバッチリね、お揃いですよ、お揃い。見極めのね、世界とね、鈴代さんの世界でめちゃくちゃ通じることがあるんで、ね、もう日々ね、コミュニケーションさせていただきながら、まあね、アーカイブとかもし興味ある方はね、見ていただけるといいかなと思うんですけども、素敵なね、会社さんとしてね、実際いろんな活動されてるんですけども、そういったところもね、今日の説明会等でね、いろいろとね、お話聞いていければなと思いますので、このね、3、40分は明るく楽しく放送する時間としてね、皆さん、見ている皆さんもね、楽しく、見ていただけるといいかなと思います。では、佐藤様、飯田様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大丈夫ですか？緊張されてますか？大丈夫ですか？大丈夫はい、ありがとうございます。じゃあ早速ね、とはいえ、ね、鈴代っていうね、お名前をね、まあ、もしかしたら聞いたことある方もいるかもしれないですけれども、じゃあ一体何やってるんだろうかっていうところはね、知ってる人もしかしたら初めての方も多いかもしれませんので、実際にどんな事業活動されてるのかっていうところをね、まずはしっかりとお話をしていただいて、で後半戦にね、見ている皆さんが主役です。こう見た上でここら辺気になるよとか質問したいよというところはね、もう本当にお二人だったら忖度なく何でもお答えいただけるんで、ガンガン質問の方を、YouTube の、ね、コメントの方に、書き込んでいただければなと思います。では、冒頭のバトンはですね、佐藤様、飯田様の方にお渡しできればなと思いますので、ぜひ、会社説明の方をお願いいたします。はい、石田さん、どうもありがとうございます。まずね、最初に24卒の、皆さん、初めまして、鈴代株式会社でございます。私こんな格好してますけども、まあ、なぜこのような格好をしているのかはアーカイブ動画を見ていただければよく分かると思いますので、はい、まあ、それ以上語りません。はい、じゃあまず飯田の方から自己紹介簡単にね、していただきたいと思います。はい、私鈴代株式会社で新卒採用の担当をしております、入社3年目の飯田と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして私、鈴代おじさんこと、採用の責任者をやっております。まあ、こう見えても責任者です。はい、責任者です。佐藤でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に皆さん、こう実際に採用責任者なんで、面接とか受けた場合にはめちゃめちゃちゃんとされる方なので、はい、まあ、まあそこら辺はご認識いただけるといいかなと思います。はい、はい、お二人どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではまず私の方からですね、解説説明始めさせていただければと思います。画面共有させていただきます。はい、はい、映っております。お願いいたします。はい、ありがとうございます。では始めていきます。はい、本日は大きく4つの観点からご説明いたします。まずは当社の概要についてお話しします。当社は1801年江戸時代の後期に創業した総合物流企業です。創業から220年を迎えたいわゆる老舗企業の一社ではありますが、この歴史の長さそのものに意味を見出しているわけではなく、これまで2度の世界大戦や経済危機、自然災害など様々な歴史的困難を乗り越え、時代や環境の変化に合わせて会社や社員一人一人が変化対応をしてきた、この自己改革の歴史にこそ価値があると考えています。そして当社の大きな特徴として挙げられるのが、地域の産業や経済とともに発展をしてきた点です。鈴代が本拠地を構える静岡県静岡市清水区には、国際拠点港湾の一つである清水港という港があり、もともと当社はその港湾物流からスタートをいたしました。当社が生まれ育ったこの静岡県、実はものづくりがすごく盛んな地域で、都道府県別の製造品出荷額の分野だと、愛知、神奈川、大阪に次ぐ第4位となっています。浜松などを中心とする西部エリアでは、二輪、四輪や楽器、タチューブですとプラモデルなどの玩具、また富士山に近い東部のエリアであれば、製紙などが盛んですが、これらを含むあらゆる地域産業を物流という面から支えながら、我々も発展してきました。今もこの静岡に根を張る一地方企業ではありますが、現在はネットワークを広げ、国内は北は北海道から南は九州まで約140拠点、
海外は提携先の拠点も合わせると120以上の国と地域を物流で結んでいます。また物流だけではなく、それを基盤に様々な事業に挑戦をしてきた歴史があり、現在は商流、食品、建設、情報、航空、地域開発など140社以上を有する物流グループを形成しています。例えば航空事業としては、地域と地域を結ぶということをコンセプトにした FDA、富士ドリームエアラインズという航空会社があり、また地域開発の分野でいうと、J1 のサッカーチーム、清水エスパルスの運営なども行っています。この鈴代グループの中で、当社鈴代株式会社は、物流事業を担う企業であると同時に、グループのリーディングカンパニーとしての役割を果たしています。では次に物流業界についてご説明します。まず物流の役割は、社会インフラ、すなわち私たちの生活になくてはならない基盤となるサービスであると考えています。これをお話ししていく上で知っていただきたいのが、サプライチェーンの存在です。サプライチェーンというのは、物の部品や材料の調達から製造、販売を通じて消費者の元まで届く、この一連の流れを一つの鎖として例えた言葉ですが、物流はその一つ一つの過程をつなぎ、支える役割を果たしています。物流と聞いて皆さんが想像しやすい宅配便や引っ越しなどのサービスは、いわゆる B2C の物流、すなわちこの図で言うと販売から消費の最後のフェーズを担っています。一方で、当社が行っている B2B の物流というのは、それよりも前の部分、いわゆる川中、川上の部分を担っています。実は B2B の物流というのは、物流全体の 85% 程度占めていて、私たちの普段の、ね、生活の中ではあまり目に入らない部分ではありますが、非常に規模の大きい事業となっています。完成した商品が私たちの元に届く以前に、物が作られていく過程においても物流の存在が必要不可欠であるということを、今回ぜひ知っていただければと思います。我々の生活の衣食住に関わるあらゆる業界のサプライチェーンを支えていくことが、物流業界の存在意義であり、社会的役割の一つであると捉えてください。とはいえ、物流業界というと、単に物を運ぶ、保管するといっただけで、変化が少ない業界なのではというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、現在社会が大きく変化をしていて、それに対する対応が求められているという意味では、常に新たな挑戦が求められる変化が激しい業界であると私たちは考えています。まず一例としては、経済のグローバル化によって様々な企業が、生産拠点や販売拠点を海外も含め広く展開するようになったことや、EC、いわゆる通販の普及に伴い、多頻度少量配送のニーズが高まっていることに伴い、物がより広い範囲を複雑に動き回る社会になっているということが挙げられます。またその他にも、人口減少による働き手の不足や地球温暖化など、現代社会において様々な課題がありますが、特に脱炭素をはじめとする持続可能な社会の実現に向けた流れというのは、世界的な潮流となっています。これに対して当社も含め業界として取り組んでいるのが、最新のテクノロジーを活用したソリューションの提案です。倉庫内の機械化により単純に省人化を進めることもそうですが、作業量の予測により人を効率的に配置していくということも一つの方法です。またトラックの自動運転やドローンの活用なども実用化に向けて研究が進められています。テクノロジー、そして私たちの持つ物流ノウハウやデータを組み合わせて最適な物流を作り上げるということが求められているという意味で、非常にチャレンジングな業界であると考えています。それでは、そんな物流業界の中で、当社がどんなビジョンを掲げて、どんな事業を営んでいるのか、ここからご紹介していきます。当社のビジョンとしては、総合物流企業として、短期ではなく長期で、部分ではなく全体最適でお客様の課題解決を図っていくということを掲げています。目先の効率化だけに目を向けるのではなく、長い目で見たときにメリットがあるか、また、ある部分を改善することで他の部分に幸せがいっていないかといった観点からも考えて、
お客様とコミュニケーションを取りながら共に構築し、またその後も現場での継続的な改善活動を通じて、お客様と長期的な関係を築いていくということを目指しています。このビジョンを体現するために、当社はサプライチェーンの各段階において大きく6つの事業を展開しています。倉庫、DC 事業や運輸事業などの国内物流を中心として、当社のルーツでもあります港湾運送事業、また海貨、航空貨物事業、通関事業などの国際物流、輸出入に関する事業もありますし、先ほどお伝えした業界の現状に即して IT、ロボティクス事業にも取り組んでいます。このような幅広い事業に取り組む総合物流企業だからこそ、お客様の物流を包括的に担うことが可能となり、サプライチェーン上における課題を一気通貫で解決しています。では、具体的にイメージしていただくために、一例として、スズヨの課題解決の例をご紹介します。こちらは、あるお客様のものの動きを簡単な図に示したものですが、ビフォーの状態ですと、矢印がたくさん通っており、また複雑に入り組んでいるということがお分かりいただけるかと思います。この場合、一例としては、ビフォーの段階では複数ある配送拠点を当社の物流拠点一つにまとめていくことで最適化することが可能です。こちらのアフターの図を見ていただくと、まずは一点に矢印が集まり、また一点から矢印が展開していくという形で、すっきりしたものの流れが実現できているということがお分かりいただけるかと思います。このように、ものの流れを整流化することによって、データ管理が一元化されて効率化につながるほか、トラックの空車区間の削減などにもつながっています。この例はあくまでも一例であり、お客様によって最適化の方法は異なりますので、お客様に合わせて知恵を絞っていくというところは前提としてご理解いただければと思います。さて、これまで物流業界の社会的役割や近年の事業環境、また当社の具体的なビジョンや取り組みについてご紹介してきました。当社スズヨ株式会社は長い歴史の中で様々な社会課題への取り組みを積み重ねてきましたが、現在行っている取り組み、そして今後さらに注力すべき取り組みについては、社会全体での指標ともなっている SDGs の切り口から改めて整理し、重要度や当社の事業との関連度などを踏まえて優先して取り組むべき事項をまとめています。例えば、先ほどご紹介した物流動線の整流化によるトラックの空車区間の削減、それに伴う CO2 排出量の削減というのは脱炭素につながる取り組みの例です。また、データの活用によって生産性を高めつつ、物流の最前線である現場においても適切にテクノロジーを活用していくことで、人口減少における人手不足が懸念される社会においても持続可能な物流を作り上げていきます。これまでの220年同様、お客様やその先の社会を見据えた事業運営を行うために、自己改革を繰り返し、一企業としての社会的責任を果たしていきます。それでは最後に当社におけるキャリアパス、そしてその中で身につけていただきたいスキルについてもご説明させていただきます。先ほど物流における最適化提案についてお伝えしましたが、提案するだけではなく、実際の物流センターの運営やトラックの輸送などまで行って、お客様の商品と最後まで責任を持って関わり、見届けるのが物流企業としての当社の使命です。提案をしていく上では、まずお客様の視点に立って課題を見つけ、それに対するアプローチの仮説を立てていきますが、同時に現場視点からも考え、実現可能な提案を作り上げていきます。提案と実際の現場が噛み合う一気通貫の課題解決を実現するために、現場視点での物流知識、そしてお客様の事業についての知識、それぞれしっかりと身につける必要があります。そのために入社後はまず先ほどご紹介した物流事業のいずれかの現場で、現場オペレーション、マネジメントのお仕事に携わっていただきます。各現場では当社の社員だけではなく、オペレーションスタッフをはじめ様々な人が働いていますし、また物流という仕事の特性上、常にイレギュラーに備え、タイムリーに対応しながら仕事を進めていく必要があります。
ここでのお客様とのやり取りやオペレーションスタッフのマネジメントを通じて、物流の知識、スキルに加えてビジネス全般で通用する基礎となるスキルである人、物、情報、お金の管理について学んでいきます。また目安として入社後10年間で3つのキャリアをジョブローテーションにより幅広く経験することで、物流についてより広い視野を持って考え実行していくことができる物流プロフェッショナル人材となっていただくことを想定しています。多くの人を巻き込み、そしてチームを作り上げながら社会インフラを支えるという責務を担っていきたいという方をぜひお待ちしています。ここまでが当社についてのご説明となりますが、最後に今後皆さんに向けて発信していくオンラインセミナー、スズヨアカデミアについて最後にご案内させていただきます。このスズヨアカデミアは様々なテーマでの講義を通じて、事業内容や入社後に携わっていく仕事、また企業としての経営スタンスやビジネスの仕組みなど、当社のことだけではなく、社会における企業活動全般について理解を深めていただける内容になっています。学生の皆さんからもですね、就職活動をしていく上で、また社会人になる上で非常に勉強になったというお声を近年いただいています。7月より実施していくライブ形式のセミナーでは、まず当社での仕事の核となる顧客視点での課題解決や現場での日々の取り組みにフォーカスを当てて皆さんにお伝えしていきます。ライブでのセミナーに参加してくださった方限定でインターンシップなども今後実施を予定していますので、まずはぜひオンラインセミナーにご参加ください。参加予約については6月以降随時マイページにて受付いたしますので、まずはエントリーしていただければと思います。皆さんにお会いできますことを楽しみにしております。はい、では私からの開始説明は一旦以上となります。はい、お話しいただきましてありがとうございました。一旦ですね、以上が鈴吉様の会社説明およびですね、今後のインターン等のご案内でございました。ありがとうございました。ではここからがですね、この見極めライブの本番でございます。実際に今お話を聞いてみて、なるほど、物流業界というまず業界があるんだね、その物流業界のお仕事ってこういうものがあるんだっていうふうに初めて知った方も多いと思います。そこからね、全然もっと素朴な疑問でも構いませんし、もうちょっとマニアックなね、これってどうなんですかっていう質問でも大丈夫です。僕は佐藤さん、飯田さん、どちらもですね、何でも答えてくれるってことをね、十分と知っているので、ぜひですね、遠慮なくご質問をいただけるといいんじゃないかなと思います。はい、というところで、もうすでにですね、ちらほら質問が来ちゃってる状態なので、早速そちらの方に移っていければなと思いますので、お二人どうぞご協力の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。いいな、一番最初としては確かにいい質問だなっていうのが一個まず聞きまして、勉強不足で申し訳ありません。全然そんなことないですよ。商社と物流業界っていうのはそもそもどう違うんでしょうかっていうところで、多分お話を聞いてみて、ちょっと商社のトレーディングっぽさとかそういうところ多分実感されたんだと思うんですよね。でそことその物流業界ってお話を聞いてると、なんか似てそうだけれども何が違うのかがあまりわからない。いやでもね、この疑問ぐらいの流動感がマジで素敵で、それ知った顔するんじゃなくて、そこで聞いてる、この姿勢めっちゃグッドです。ぜひお答えいただきましょう。ではお二人いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。最初ね、この香山さんかな、素晴らしいです ね、 そうですね、ありがとうございます。はい、全然勉強不足じゃないです。それを学ぶためにこのね、見極めライブがあるわけですから、素晴らしいこと言っていただけてありがとうございます。で僕もね、正直商社と物流って 何が違うんじゃみたいなことは最初全然分かりませんでした。で入社して、本当には、ようやく、その違いが肌触りを持って、わかるようになりました。で、端的に言っちゃうと、商社さんたちは、海外ないし、まあ国内もそうなんですけど、物を、仕入れてくる。要は買い付けてきますよね。買い付けて、お客様に売るっていうのが、まあメインのお仕事ですね。うん、買って売る。まあそこは、お金のやり取りだったりとか、あとは、契約ですよね。契約のやり取りが発生するというのがまず一つ押さえておいてください。で、物流の、違いっていうのは、商社さんたちがこう購入してきたもの、実際のものを動かすところから我々の役割になります。例えば、海外から何かしらの原材料を商社さんたちが買い付けてきた。で、それを、例えば、
海外から海上輸送で運ぶ、その運ぶ人たちは、いわゆる船会社ですよね。公船3社と言われているような日本にはありますけれども、船会社さんたちが運んでくる。で、日本に着きました。そこから我々のような、物流の会社が登場するということですね。船から荷物を上げる。そして、通関を切るとか、保管をする。あるいは、その商品に対して何かしら、流通加工といった、手を加える。そして、納入先に、商社さんの代わりに納める。うん。それが我々のお仕事になります。ですので、商社さんは基本的にはトレード、ものを、売買するだけのみです。で、代わりに我々はその実際のものを動かすっていうのが我々の、仕事になります。ですので、私も、総合商社の方たちとよくお仕事をさせていただいてたんですけれども、やはり彼らが、買い付けてきた、原材料、商材を彼らに代わって、お取り扱いをさせていただくと。うん、で、実際に、商社さんよりも我々の方がものを見てますので、まあ、そうですよね。運んでますね。こういう言い方すると、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、よく商品だとか、そのお荷物の、状態をよく分かってます。ですので、なるほど、うん、この今回の船便で来たのは、ちょっと今までと、違うよとか、はいはい、うん、なんか、サプライヤーさんの方のね、工場、はい、作ってる方の工場なんかあったんじゃないのとか、ちょっとここの状態だと納入先受け入れてくんないんじゃないのみたいな、うん、まあそういうのは我々の方がノウハウとして持ってるっていうのは、まあ、面白いところかなと思います、ね。なので、お客様でもありますけど、うん、はい、我々は彼らと一緒にビジネスパートナーとしてやらせていただいてるというふうにご理解をいただけたらと思います。ありがとうございます。とても分かりやすい質問だったと思うので、大丈夫かとは思うんですけど、だから、どちらかというと、その協力し合いながら、そういう、こう、トレーディング的なところを実現しているよっていうお話だし、やっぱりその、リアルな形で物を動かしているっていうところになると、こう、社のような物流会社というか、業界っていうところが、こう、主役になっていくんだよっていうところが、まあ、お答えになるのかなっていうお話でした。ありがとうございます。はい、まあ、きっと今のこと話にもちょっと関連すると思うんですけど、ついでいただいている質問の、その物流業界そのならではの面白さだったりとか、うん、楽しみみたいなところって、一体なんかどんなものがあるんでしょうか、うん、みたいなお話。今最後のね、まさになんかこう、この商品が、今とちょっと違うんじゃないのみたいな形で、こう、お客様から感謝されるとか、そういうのはまさにちょっと楽しみだな、みたいなところは、なんとなく推測ができたんですけど、他にもどんなものが、こう、実際中で働かれて感じたところとかありますでしょうか。うん、ありがとうございます。これ、あれですね。亀の子さんの質問ですね。ありがとうございます、亀の子さん。これはですね、もう、ぜひ答えさせていただきたいと思いまして。はい。まあ、個人的に、物流の面白さっていうのは、一つ。まあ、これ志望動機でもあったんですけど、私の。とにかく物流は、もう、ありとあらゆる業界とか、業種と関わりがあるっていうのが、これ物流の醍醐味じゃないかなっていうふうに思っています。ですので、我々のお取引先も、やっぱり、メーカーさんから、消費者さんからも、本当ありとあらゆる業界、業種、お客様いらっしゃいますし、かつ、これ素材メーカーさんともちょっと違うんですけど、川上から川中、川下まで、もう本当にこのありとあらゆる、このサプライチェーンの中で、我々も役割を果たせるっていう意味では、すごくこの世の中すべてを見れるっていうのは一番面白いところではないかと私は思ってるんですね。で、そもそもその物流業界に入ってみようかなと思った、まあ、個人的な志望動機としては、やはり今申し上げたように、ありとあらゆる業界、そして川上から川下までの、ここに関われるということで、広く社会を支えられるっていう思い、そしてそれ以上に、世の中の仕組みを理解できる。知れるっていうのは、これは面白いなと思いました。で、しかも実際に物を見て、取り扱っていて、こう肌触り、実感を持って、世の中のこの仕組みをが分かるっていうのは、これはおもろいなと思って、物流を志望しましたね。うん。でも、そういう意味では、その軸っていうのは僕は実現できてるかなというふうには思っています。はい。ありがとうございます。結構その実感主義というかリアリティを持って、しかもそのリアリティがこう本当に幅広くっていうところの両面達成できるみたいなところがやっぱ面白みっていうことなんですかね。ありがとうございます。リアリティまさにおっしゃる通りです、ね。あ、いい。
ありがとうございます。でも亀の子さんもね、ちょっと考えてなかったっていう話でしたけど、ね、そういうところからね、ちょっと面白いなと思っていただいたら、先ほどね、スジアカデミアっていうところだったり、セミナーの方に見ていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃあ、結構ちょっと来ちゃってるので、そうだな、そうだな、どこかなんかこう、まあ、じゃあ確かに実際の業務みたいなところっていうのが、あんまりその想像がそこまでできるものではないかなと思いますので、多分ね、後半の方とかね、こう結構こう踏み込んだ質問とかあると思うんですよね。少し失礼かもしれないですが、運送となるとあまり産量がなくルーティンワークが多いのかなという印象なのですが、実際どうでしょうかとか、ここら辺も結構実際のじゃあ入社した時にどんな仕事が待ってるのか、どんな業務がするのかっていうことが あんまりこうピンとこないかゆえに来ている質問なのかなと思うので、実際になんか どう、もちろんたくさんあると思うんですけれども、どんなお仕事がこうメインとしてあったりするのかみたいなところをぜひちょっと教えていただけるといいのかなと思うんですけども、いかがでございましょうか。はい、ありがとうございます。そうですよね、ピンときませんよね、多分全然なんて言うでしょう、 B2B だしね。そうですよね、なかなかね、皆さんにとって馴染みがあるのはこう宅配とかね、やっぱりそうですよね、うん、一番馴染みがありますから、うん、何か物を運ぶんじゃないかっていうイメージだと思うんですけど、うん、本当にいろいろ仕事はあるんですけど、まず一つ、皆さんにご提示したいのは、我々は最初、一つのキャリアのプランとして、きちんとソリューションの営業をしていただきたいっていうのがあります。はい。物流のこの無駄をなくしていく、お客様に対して全体最適の提案をしていくっていうソリューション営業。これを一つ、目標として、目指していただきたいっていうのが、まず一点あります。で、そのためには、どういうような、キャリアを進んでいくかっていうと、まず、我々のその物流の、物流っていうのは、何かパッケージ化された商品とかサービスがあるわけではないので、それぞれの各物流センターですとか、運送の現場、あるいは港の現場、輸出入の現場で、いろんなこうサービスを組み合わせたりだとか、お客様に対してカスタマイズして作っていくんですよ。一から。なるほど。ですので、その、どういうサービスが我々が提供可能なのかとか、競合に対してどういう差別化ができるんだ、みたいなのは、もう現場に入って、理解しないと多分分からないんですね。なのでまず最初にやっていただくのは、例えば物流センターですとか、運送ですとか港の現場に入っていただいて、そこの、現場のオペレーションをまず学んでいただく。で、実際に自分が多少手を動かすっていうこともたまにあるんですけど、実際にはそこで働く方たちのマネジメント、そしてオペレーションの、管理をしていただくというのがメインの仕事になります。管理監督者的な形から業務自体をこう学んでいきながら、最終的にそのカスタマイジとおっしゃっていたんですけど、まさにそのオーダーメイドのソリューションっていうところをこう自分で作れるようになっていってほしいっていうことなんですね。そうですね。それが一つの、ゴールです。ですから、例えば、最初に物流センターに配属になりました。そこで物流のオペレーションを学びます。あるいは改善の手法を学びます。あるいは新しい物流センターの立ち上げだとかもありますので、お客様に応じたそういう立ち上げを学んだりだとか、倉庫って実は会社を経営しているようなところもありますので、実はね、そういう採算の管理だとか、そういうものをしっかりと身につけた上で、初めてお客様の前に立って営業をしていくという形になっていきます。まずはそこですかね。ありがとうございます。なんかもしかしたらちょっと違うかもしれないですけど、イメージとしても結構こう専門性のあるやっぱコンサルタント営業みたいな、そのプロフェッショナルとしてこういうことができるがゆえに、なんか御社のビジネスをこうするべきだからみたいなこととか、そういうふうに踏み込んでいくっていうところが、強みでもあり、こうキャリアとしての目標地点みたいなことだったりするみたいな感じなんですかね。はい、石田さんのおっしゃる通り、まさにその通りですね。やっぱりお客様にとって最適な物流を提案できる。しかも我々って提案して終わりじゃないんですよ。提案したものをちゃんと現場のオペレーションに具体にしなきゃいけないので、結構大変なんですよ、これ。それとなんか、想像するの結構、打ってくるプロジェクトもたくさんありそうだな、みたいな感じはありますけど。しかも、その立ち上げて具体にしたら、それでもう終わりじゃなくて、またそのオペレーションをずっと回していかなきゃいけない。これ社会インフラになりますから。そこのプロセスもやっぱり大変ですよね、ここね。だからこそやりがいがある。それで、しかも一人では成し遂げられないので、やっぱり多くのチーム
を作ってチームワークで進めていく。うん。まあ、うちサッカーのエスパルスの支援やってるんですけど、そういった経緯もあって、よくサッカー経験者なんか入社してくるんですけどね。はいはい、そういう、ものたちに社員に聞くと、やっぱこの現場のお仕事っていうのは、こう、チームビルディングというか、何か一つのチームを作る、プロセスと全く一緒ですね。っていうのはよく言われますね。なるほど、なるほど。今ね、見ている皆さんね、2B のね、ビジネスっていうところでね、何が重要になってくるかっていうと、やっぱそこの信頼感だったりとか、こう、今までこうやっていただいている仕事をね、単にこの時はできました、この時はできなかったですとかだったらもうお話にならなくて、なんかやっぱりちゃんと安定的にそれを やり遂げる、納品しきるっていうところがあるからこそね、先ほどね、ちらっとさらっとおっしゃっていましたけど、5000億近くのね、売り上げって、そうある規模のね、企業様じゃないんで、そういったところまでね、たどり着いてるんだろうなっていうところをご認識いただくといいのかなと思ったりいたしました。さあごめんなさい、ちょっとね時間も迫ってきてるんでガンガン行きましょう。まあ、確かに静岡 の会社のイメージがあるっていうところで実際の社員の方も静岡の方が多いんですかみたいなご質問ジャブみたいな質問ありますけどいかがですかね実態。これは私はですね静岡出身なんです、はいはいはい、まあ、なんですけど部長は静岡県外の出身ということで2分の1ずつなんですけど社内も同じような構成になってます、はい、大体県内県外出身の方半分ずつぐらいですかね。私の同期でも本当に同じぐらい、うん、かなっていうようなそんな印象です。なので全然県内の、やっぱり、県内の方は県内の企業っていうところで、最初にこう目をつけてというか触れる方なんかももちろんいますけどやっぱり私たちのこの仕事っていうところ の部分で魅力を感じだったりもちろんあとはもう県内私たちここにこう根を張っている企業ではあるんですけど、まあ、やっぱり物流ってそもそも一つの場所でやるものではないので、うん、いろんな場所をこうつなげてっていうところの中で仕事のフィールドキムチもそうですし関わっていく範囲っていうところが静岡だけにとどまるものではないので、うん、静岡県内出身の方でも県内だから来たいっていう話ではなくって、まあ、この静岡県にこう根を張りつつとか地にそこに足をつけつつ、まあ、いろんなところと関わりながら仕事していきたいって思って選んでくれる方も多いしっていうのそんな感じですかね。あと静岡は結構場所的にもいいですよね、うん、そうだね、土地柄的に、ね、うん、確かに関東の方にも関西の方も 1,2 時間かければサクッといけちゃうみたいな土地柄はありますよね、はい、そうだ、うん、じゃあちょっと時間もね差し迫ってるんで次に何しようかな。よいしょ。専門系のね、ちょっとお話が来てますけれども、なんかそういうなんか専門系が、重要視されていく形なのか、それともなんか専攻自体があまりこう関係ないのかみたいなお話気にされてる方がいますけれども、いかがでしょうか、こちらに関しては。はい。これは別に、専門性は特に問わないというところが、結論かなと思います。やっぱり先ほど、いろいろこういうふうにキャリアを歩んでいく、どんな経験をして、どんな学びをしてっていう話ちょっとかな、ここまでにしてきましたけれども、最初から、わかることではないので、やっぱり、今までこう皆さん培ってきたものが、まあ、それぞれある中で、もちろん自分の強みが活かせる場面というのが、それぞれのところであると思うので、必ずしもこの知識がなければいけないと。そういう方ばかりが活躍していくとかそんなことは全くないのでやっぱり自分なりにこうその場その場で目の前にある仕事にしっかり向き合ってそこから学びを得ようとする方であれば、うん、そこのなので何を学んでいるかっていうよりはどういうふうにこう目の前のことに向き合うとかどういうふうに学ぶっていうところをしっかり考えられる方っていうところの方が重要なのかなと思います。いいこと言うね、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ響く言葉をありがとうございます。じゃあ本当に時間としてももう残り少なくなってしまっているので、最後にですね、ぜひ、お二人から就活生に向けて、辻尾様の最後のアピールでもありますし、就活に対して何かしらアドバイスみたいなものがあれば、お願いできればなと思うんですけれども、じゃあお二人それぞれ行きたいので、まず飯田様の方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ私の方からは一旦先ほどもね少しだけご案内させていただいたんですけれども、今後の実施していくイベントについてのところでご案内をして、その後、佐藤の方からメッセージをお伝えして終了という形でいいですかね。はい。はい。今、もう一度画面共有させていただいたんですけれども、見えますか？見えております。
はい、ありがとうございます。簡単にですけれども、7月からオンラインセミナーということで、スズアカデミア開講します。今日もね、いろいろお伝えしてきましたけれども、当社のお仕事のことはもちろん、あとはね、そもそも社会人になるにあたって、会社に入って仕事をするにあたってっていうところの中で、必ず役に立つ内容、皆さんにお伝えをしていきますので、ぜひぜひこちらご参加いただければと思います。6月の1日以降からですね、またマイページで参加予約受付開始いたしますので、ぜひこちらからチェックをお願いします。ありがとうございます。では続きまして佐藤さんもお願いいたします。はい、じゃあ私からはですね、任用卒の皆さん、コロナでね、多分一番苦しんでる世代があなたたち24のね卒の方たちだというふうに、理解をしています。なかなか学校に行けず大変な苦労をねされてると思いますけれども、とはいえ自分たちがそういう苦しい場面にあっているからこそ見えることもたくさんあると思うし、自分たちがこれまでやってきたことに対して改めてきちんと振り返りをしていただいて、それを企業側に対してしっかりと説明できれば、何も怖いことはないというふうに思っています。で、私たちは、きちんと皆さんがどういうことをやってこられたのか、どういう取り組みをされてきたのかっていうことに耳を傾けてね、しっかりと向き合っていきたいと思っている会社の一つですので、ぜひね、スズユアカデミアも入っていただいて、ご自身の見識を広めて、いい就活を送っていただければと思います。はい、以上です。ありがとうございます。今日今お話聞いてみて、初めてこうロジスティック物流っていうところを知ったっていう方も多いかと思うんですけれども、僕自身もね今日お勉強させていただきながら、こう可能性とね、やっぱそのリアリティというか、その仕事に対しての向き合い方だったり、やることの内容のその価値だったり貢献性みたいなところっていうところが、すごくやっぱりこう 2B のねビジネスなので、あんまり最初は耳に聞かないかもしれないけど、知れば知るほど面白い分野だと思うんですよね。こういうところにね、ご興味ある持っていくっていうところはね、やっぱ就職活動の醍醐味でもあったりしますので、今のねお話聞いてみて、あ、ちょっとおもろいかもなみたいにね思ったら、その思いだけで止めるんじゃなくてね、実際に今のスズユアカデミアさんでしたりとか、もっとね実際にエントリーしてみるであったりとか、そういう形でぜひねアクションにつなげることがね就職活動にとって一番重要なポイントになるので、そういった形でねぜひぜひ前の方に進んでいっていただけるといいのかなと思います。では、一旦ですね、こちらのブースに関しましてはお時間も過ぎておりますので、以上で終了とさせていただければなと思います。本ブースはですね、スズユの佐藤様、飯田様にお越しいただきましてお話をいただきました。次のタームは第9タームで5時10分から NTT ドコモ様というところで、引き続きですね、見極めライブ続いていきますけれども、明日もありますけれどもですね、皆さん、引き続きね、さっき言ったように就職活動ってね、前向きに自分でアクションしていくことがね、大事なので、ぜひですね、取り組んでいってほしいなと思っております。お二人方も時間忙しい中いただきまして本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では引き続き皆さん見極めライブ楽しんでいってください。それではまた会いましょう。バイバーイ。